が入ってんのよ。あれってなんか膝擦りすぎたらあのカウルとかに傷出たりしないんですか？あのカウル擦っちゃうやつもあると思いますよ。でもせっかくのこうなんかね、インドされてるお姉ちゃんの顔とかがこうドリーってなったりとか、それ結構気になれへんのかな。そう、貼り直すでしょ、もう一回。何回でも貼り直して出てきますよ、彼らは。ね、はい、結構お金出るかもしれんな。あ、らしい ね。俺もそれ聞いたらね、やっぱ結構かかるらしいし、ああいうのに気遣う人はあるらしいよ。ねえ、うん、いやでもなんかちょっと丸山さんが選んだ一台もの、ちょっと意外でした。意外だった？うん、でもすごい面白かった。あのね、あんまりいろんなカスタムバイク普通に持ってきちゃうとね、はい、さっき CB7 班のカスタムがあったんで、あんまり普通、いや、普通だからダメだ。俺なんかちょっと特殊なの選んでこないとと思って、ちょっとヤングマシンでやってた企画で、板バイク、はい、綺麗なやつがあったんでね、あの、ひどかったらダメだったんだけど、うん、すごい綺麗なバイクで走り屋だったんでよかった。いやでも本当なんか見てきて、9社、ね、9社、それぞれ本当にコンセプトに合ったバイクをちゃんと選ばれてて、ね、面白かったですね。面白かったです。あの、板バイクの意味わかる？わからない。なんで板バイクっていうかわかる？板バイクって言っちゃいけないって言ったけど、痛いバイク、はい、痛いの痛いはかわいそうみたいな。あ、多いです。え、あいたたたみたいなね。まだね、デザイン上良かった、初音ミクちゃんとかね、ね、あ、ちょっとかなりもうちょっとエロ系にも行っちゃったりすると、いい加減だか、もう本当にみたいな感じになっちゃうんでね、板バイクって呼ばれてますから、はい、あ、オッケーです。じゃあ、了解です。じゃあ、最後の週末にはオッケー、はい、はい、じゃあ、僕、一旦ちょっと下がりますんで、はい、皆さん、もうちょっと待っててくださいね。いいですか？わかりましたか？さあ、イエスさあ、ありがとうございます。おー、みんなノリがいいね、やっぱりね。でもなんかこうやっていろんなカスタムされたバイク出てくると、なんか自分のバイクも次こうしようかなとか、ここにしようかなとか、それ参考にもなりますよね。皆さん結構カスタムされてるんですか？だから結構ちょっとカスタムしてるって人、あ、いてる手や、あ、でも意外と少ないよ。でもね、でもカスタムする楽しみもあるし、ノーマルで乗って、そっから楽しむって、ちょっと飽きてきた頃にカスタムしてまた楽しむみたいなのがいいと思うんですけども、私もなんかちょいちょいカスタムしていくんですけど、やっぱりカスタムした時っての、なんか乗っててもテンション上がるっていうか、すごい楽しいなと思うんですけども、はい、皆さんちょっと待ってくれてありがとうございます。じゃあちょっとここであれなんですけども、ライカーウィンドウ、ここにいてる人皆さん多分ライカーウィンドウ見てると思うんですけども、ちょっと宣伝してもいいですか？実は今日日曜日なんで、あの関西地区サンテレビでオンエアしてるんですけども、今日の夜12時15分からなんとともちんの一人旅の第3弾が始まるんですよ。どこ行くか聞きたい？じゃあ1個目だけ言っとこうかな。まず1個目と東尋坊を向かうんですけども、はい、で今回のともちんの第1弾第2弾の旅見たことありますか？ある？あ、見たことない人はあのライカーウィンドウのホームページでチェックしてもらったら、こう右下ぐらいに白でこうサーチかけれるんで、ともちんひたり旅って入れてくれたら見れるんで、第1弾第2弾見たらさらに第3弾面白いと思うんですけども、結構ね大変やったんですよ本当に。なので、ね、何が大変、今回はただ旅するだけじゃなく、バイク友達100人作らないと帰ってこれなかったんですよ。そう、友達100人いますか？多分いないです。いますか？いないですね、はい、友達、ただの友達100人作るのも大変やのに、さらにバイク乗ってるバイカーの友達を作らないといけないんですよ。それがすごい大変で、でもなんかね、やっぱね、バイク乗り熱いなって思ったのが、なんていうかな、みんなあったかくて、出会う人出会う人がこう友達呼んでくれたりとか、まあすごい感動もいっぱいあったんですよ。多分皆さんもツーリング一人で行くのが好きな方とか、みんなで行くのが好きな方、いろいろいると思うんですけども、一人で行っても、まあ、パーキングとかで止めて、こう何のバイクとか、かっこいいですねとか言って、そうやって出会って会話するのもまたツーリングの楽しみの一つだと思うんですけども、だから今回はね、あの景色を見る楽しさもあったけども、その出会いの楽しさもすごいあった旅やったんで、ぜひ今日の晩から第1回からぜひ見てください。
ねえ、あのまだまだちょっと宣伝しようかな。なんかちょっと合図が指令が出てるんですけども、ちょっといいですか。ちょっとね、あのネタバレになっちゃうんですけども、私あの旅出てきてください、出てきてください。旅してる途中に実は女性一人旅してる友達できたんですね。まあぶっちゃけ嬉しい、よう来てくれた、ありがとうございます。今日めっちゃ嬉しい、今日ごめんなさい、もうめっちゃ嬉しい、ほんまに、あ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっとどっから来てくれたか、ちょっといいですか、どっから来てくれましたか。東京から来ました。すごい、めっちゃ嬉しい。ちょっと今私びっくりしすぎて、今ちょっと、いや、めっちゃ嬉しい。当時何行きました。いやー、寒気したし、ちょっと鳥肌立った、ほら、お前鳥肌立った、嬉しすぎて鳥肌立った。実は私、まあ、ネタバレしちゃっていいんかな。あ、そうね、実はあのブログ見てくれた方は、あ、ツイッターでも書いたんですけど、実は私あの松島も行ったんですよ。ほぼ下道でですよ。そう、お金もないしね。で、実はあの松島で出会ったのが彼女なんですよ。いやー、この人と出会えて嬉しかったです。すごいいい思い出ができてよかったです。なんかちょっとめっちゃ感動泣きそうやわ、ほんまに。また今私来てくれなー、頭でほう泣きそう。いやー、私ね、あのね、松島見るときに彼女と一緒にね、日本三大名所の松島を見たんですよね。ご飯もちょっとね、ご馳走に若干なったりもしたし。はい、うん、じゃあまあそんな彼女も出てくるんで、ぜひ、はい、今日の晩からね、ドキドキしてみます。ぜひ見てください、はい、で今もしここにいらっしゃる方で、あのサンテレビ映らへんって人はホームページでぜひ大観ウィンドウチェックしてもらったら、過去のオンエア、すぐ月曜日にオンエアゾーンごとん更新してるんで、おまけのコーナーもついてるんで、放送されなかった分もプラスされるんで、ぜひあのオンエアも見つつ、さらに月曜日にもう一回見て、おまけのコーナーも楽しみつつっていうので、大観ウィンドウのホームページ見てください。ともちんチャンネルっていうのもあるんで、ぜひそちらの方もお付き合いいただけたらなと思うんで、メッセージの方も待ってるんで、ともちんチャンネル、皆さんともちんチャンネル知ってますか、やってんの知ってる人、あ、嬉しい。じゃあ知らない人は、かえって8チャンネルがともちんチャンネルになってるんで、そちらの方もいろんなね、あのプレゼントとかもあるんで、メッセージやプレゼントね、いろいろあるんで、ともちんチャンネルも見てください。じゃあひとまずありがとうございました、本当に東京からありがとうございます。お気をつけて、またお会いしたら、うん、できたら嬉しいです、ありがとうございます。前から帰るってことすごいね。お帰りなさい。あ、いや、やっぱバイクっていいですね、本当にね。バイク良くなきゃ、こんなずっと乗ってないもんだった。ねえ、ちなみに何年ですか、もう乗り続けて。でも何年だろうね、16, か, 16から乗ってるから、うん、16? 26? 36? 46? うん、うん、30年まだ30年だけ、ね、でもね、でもさ、乗ってる距離がすごいよ、俺。何万キロぐらい、何万キロで聞かないと思うよ、だってすごい乗ってるもん。バイク便もやってたからね。え、バイク便やってたんですか。バイク便やってましたよ。めちゃめちゃ速いバイク便やないですか。いやね、やっぱね、捕まんないようにしなきゃいけないんで、もうスピードなるべく出さないようにした。それでも毎日ギリギリで、そう、1日300キロ、400キロ、時には600キロ、1日600キロ行くのを毎日毎日ですからね。毎日300キロか600キロずっと走ってるのがバイク便ですから。それはレースをやるためだから、はい、その仕事をしてから今度はレース行って、サーキットを何百キロ走るんだ、ずっと毎日。だから一日中走ってるよ、もうバイク。相当走ってる。寝る時以外はバイクにまたがってるっていう人生がもう何年もあったから、今こうやって喋る仕事がちょっと多くなって、はい、ほっとしないよ。いや、乗ってたいね、やっぱりね。でもね、丸山さんね、すごい喋りも上手やもんね。いや、どうだろうね。いや、私もほんまちょっと勉強しなあかんなと思うもん。はい、うん、あのやっぱりね、でもね、はい、あの本当は喋ってるより乗った方が楽しいっていうんで、はい、今回ね、その乗る、うん、乗してくれ、こうやってね、ずっと喋ってないで乗してくれって言ったらですね、今回スタッフが用意してくれたんですよ。あ、今回のカスタムコンテストで1位になった車両乗っちゃおうよ、うん、そんな企画を。あ、いいね、俺も乗りたいバイクいっぱいあるけど、はい、カスタムコンテストで1位になったバイク乗れるんだ。乗るって言ってもね、まあ、今日ね、どこまでだろうな、この辺のちょっとワインディングバーって走ってきて、はい、それもね、取材カメラ
ファンがついてきて一緒に取材してくれるんだけど、そのマシン決まったらしいです。お、とうとう決まった。カスタムコンテスト、キングオブカスタム、ライカウィンドが選んだキングオブカスタム、いやライカウィンドのこの皆さんが選んだ投票の中の1位のバイクが来ます。こんなバイクです。さあ皆さんのあの拍手とともにを、拍手とともにを、キングオブカスタム、はい、こんな感じです。来たよ、音が来てるな。おっと、演出わかってるじゃない。見てますね。さすが、見せるために作ってるだけのことある。さて、じゃあオーナーさんちょっと登ってください。さあ、綺麗このバイク、真ん中に。さあ、俺このバイクに乗るらしいよ。そうですね。大丈夫？乗ってください。乗ってください。あのね、500円程度にだよね。あの、気をつけなきゃいけないものは気をつけます。あの、散々乗ってるんで、オーナーも分かってますけどね。今エアサスでロングホイールにしてるんで、はい、リアサスペンションのね。後ろのブレーキは全く効かないです。そうだよね、そういうものはもう分かって乗る。音量ちょっとかなりオーバーしてるんで、ちょっと渋いなと思うんですけど、頑張って気をつけて乗ってきますよ、はい、本当は多分いけねえんだろうけどね。まあこの辺だったらもういいか、静かに乗ってこよう。さあ、オーナーとしてのアピールポイントは、いや、とりあえず見てくださいって感じだよね。そうだよね、はい、まあ見てくださいって言ってあそこに置いといたら、みんなのこんなの投票の中でどんぐらい入ったら、結構入ったよ。さっきあそこでね、各社それぞれ投票分かれてたんだけど、はい、分厚い束がね、3列か4列ぐらい、3列か 3か4個ぐらい。いや、どれもかっこいいバイクやったのに、 その中のキングでしょ。キングだね。選ばれた感想は、いや、もう嬉しい一言です、ね、やっぱり、はい、だってそういうために作ってんだもんね。そうですね、もう基本乗らないんでね、あんまり基本そんな乗らない、乗らないんだ。はい。でちなみにこの、ね、このカスタムはどちらでされたんですか。いや、今日来られてるサッシュさんの方で、はい、お、そうだ、サッシュさんいないの。サッシュさん今あそこに持ってきちゃおうか。出てきてください、せっかくなんで、ね、一生懸命写真を撮ってますが、はい、じゃあサッシュさんです。はい、さあ来ましたね、このバイク。こういうカテゴリーなんて言うんでしたっけ。ニュースクールです。今ニュースクールって言ってるんですね。はい、ウォンウォンとも言ってませんでした。ウォンウォンバイクとも言ってましたね。ニュースクールウォンウォンバイクの語源は何ですか。語源何でした。それはちょっと俺も何でした、申し訳ないです。それは分かんないんですね。何ですかね、俺もね、ウォンウォンはね、何だろうな、ニュースクールも分かんない。西海岸、アメリカ西海岸で流行っているこういうメッキパーツを使ったカスタムという。はい、ね、なんでニュースクールなんだ。いや、わからないです、はい、確かに、あの、僕ね、確かね、デートナかな、カリフォルニアかな、はい、行った時に、ずいぶん昔だけど、やっぱりね、もうその当時確かにロングホイール行ってて、でね、すっごいデブのね、黒人のお兄さんが2人でね、はやぶさじゃないとダメなのよ、その時。やっぱりあの人たちなんかね、もうそういうのって、それがもうね、俺写真撮りたくて撮りたくてしょうがないんだけど、写真を撮ろうと思うんだけど、すっげー怖い黒人のお兄さんだね、こんな太ってて、それが2台で、ね、海岸通りのところでこうやって止まってんのよ、2台ずっと止まってんのよ、写真撮りたくて、絶対殺されると思って。でもね、なんかそんな感じだよね。なんか何をアピールしたいんですかね、これはね。何をアピール、とりあえずパワー、大きさ、長さですね。そうですね、まあパワーにプラス長さっていうのは、まあゼロ用をするときにね、どうしても長くしていかないとフロントが浮き上がっちゃうんで、プラスゼロ用でリアタイヤ太くして、本当はこう直線がね、速く走れるっていう、そんなところのアピールなんだけど、実際にはそれには、本来は使ってないと思うんだけど、まあ、そんなマシンを街中でね、街中に持ち出してくるとかっこいいぞみたいな、そんな形だよね、これね。そうですね。で、大体いくらぐらいで、これ聞いちゃっていいんですかね。サシさんに頼んでここまでやってくれって言うと大体でいいですよ。言わない方がいい。ゆうちゃんもどうぞ、さっき言ったんで。600万ぐらい。むっちゃ久しぶり。600万円ぐらい。
そうですね、リアサスペンション、エアサスになってますよね、で、ロングホイールにして、まあ、ホイールサイズとか全く違うんで、チェーンも張り替えて、で、外装関係、綺麗にして、アルミ、フレーム、ベッドにしてから磨いちゃいました。そうですね、すべてエンジンも下ろして、バフ掛けしてあります。はい、全部バラしてからやるんで、まあ確かにそんくらいかかっていくんだろうな、細かいパーツも全部揃えてやってますからね。まあいくらっていう問題じゃないんだよね。俺がこう欲しいバイクを一個ずつ作ってたらなっちゃった結果がそんくらいだったんだけど、一個一個やってる最中はもう分かんないんだよね。全然分かんない全然分かんない。もうサッシュさんの思うツボだよね。そんなことないんだありがとう。でもね、そんな感じです。カスタムやってる連中はね、やっぱりもうその時その時使ってるお金はね違うんだよね。もう自分のためにほんまにそうです。もう望みの通りにやってくれって。出来上がった時どうだった？出来上がった時はもうええ感じだったね。ほんまに派手で、うん、基本考えとったのが派手のモチーフやったんで。はい、そうね。そしてこういうとこで選ばれてキングオブカスタムに選ばれる でもね、僕としてはやっぱりね、どんなカスタムバイクでもやっぱり走ってほしいなっていつも思ってたんだよね。はい、大丈夫ですか？なんかね、はやぶさって言ったら攻める、速いみたいなイメージなんですけども、こんだけいろいろカスタムされてるんですけども、その速さ的にはどうなんですか？今はもう肩持ちのスイングアームになっとんで、限界が多分200までしか出せないんで、ちょっとダメですね。はい、方向としてはもうダメです。いやでもこんだけ目立ってなんものね、はやぶさ。ないね、個性全開のハヤブサなんで、はい、これからも大事に乗っていってください。本当に今日おめでとうございます。はい、そしてこの後僕はこれをちょっと乗りに行きますんで、はい、乗った結果も後で報告ちょっとできるのかな、番組で報告するのかな。はい、ということで僕ちょっと乗ってきます。ちょっと楽しみです。大変そうだなと思いつつ、でもこんなバイクにね乗ってみるのも楽しみなんで、ちょっと奥の方行って転ばないように乗ってきます。カスタムバイク乗ってもね転ぶことはほとんどないんで、ほとんどですよ。怖い怖い怖い。じゃあ僕行ってきますんで、はい、またお任せします。あ、ステージ自体が閉めるんだ。はい。3時45分から、はい、皆様ちょっとまだちょっと時間あるんですけども、一旦ここで一旦終わらせてもらうんですけども、再び3時45分にもう一度このステージ前に集まっていただいたら、皆さんお待ちかねのじゃんけん大会があるんで、景品結構いろいろたくさん豪華なんが揃ってるんで、皆さんじゃんけんに勝って商品せっかく来たんやからいっぱい持って帰ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。後ほどお会いしましょう。じゃあ3時45分に会いましょう。早く乗るかな。乗らないと。そうですね、どこに行こうだよ。ホッキーライブやられたな。うわ、俺言えない。僕らあれでできるけど大きっぱな、お前もうちょっと気の利いたできんのか。いいやつだな。マイクいや、声聞こえるようにゃ。